ジョアン・セレロールスは、カタルーニャの作曲家、ベネディクト会修道士。1626年頃に、モンセラート修道院生課隊の付属学校、エスコラニア・エスカラニアに入学。オルガニストとして名高いファンマルチ神父に音楽を指示。1636年9月6日に、修道会の修練士に迎えられる。1648年に、マルチ神父の許可を得て、 マドリッドに赴いており、おそらく若手作曲家と接触し得たであろう。モンセラートに戻ると修道院の一員として誓願を立てた。1658年にマルチが没すると修道院の公認聖家隊長となり、1680年に没するまでその地位にあった。代表作に17世紀半ばに作曲された7世のレクイエムが加えられていることによって有名と、 4世の死者のためのミサ曲、スペインのナポリ王国征服を記念するミサ曲、戦争がある。近年はこのほか宗教的なビリアンシーコも再評価されつつある。7世のレクイエムとミサ曲、戦争では相違する合唱グループを組み合わせた複合商様式が特徴的である。しかしながらルネサンス末期から 同時代のイタリアやドイツの複合商用式による作品に比べるとメリハリに富んだ劇的な表現や緊張感、楽曲構成の緻密さといったものにおよそかけており、おそらくそれは恩師マルチ神父の影響だったとみなされている。ありがとうございます。